て今週日本テレビ系列ではグッドフォーザプラネットウィークと題しまして、地球のため、未来のため、そしてより良い暮らしのために今できることをお届けしています。今日は地域の伝統や子どもたちの未来について考えて活動する西会津町の女性の取り組みに注目します。豊かな田園が広がる西会津町、そこで開かれていたのが、子どもたちが主役のファッションショーです。その場所はというと、農園の一角にあるビニールハウスの中でした。企画したのは西会津町で暮らす一般社団法人の五十嵐優子さん。使っていないビニールハウスがあって、草ぼうぼうで荒れ果てていたんですけど、そこに私が出会って、ビニールハウスを借りて子どもの遊び場に改装しました。面白いものと出会わせて、心の底にあるこうワクワクに子どもたちが出会ってほしいなと思って、今はそういう遊び場を作ってます。こう思うようになったのは、五十嵐さんが育ってきた環境が関係していました。漆の仕事を代々、蒔絵師の仕事をしていて、その仕事を継ぐのに帰ってきました。伝統工芸漆っていうのをどんどん衰退していってるので、会津若松市で代々続く蒔絵師の家に生まれた五十嵐さん。漆器のような自然の素材でできたものに子どものうちから触れ合ってほしいと思うようになったといいます。さらに、ちょうどその子育て、自分の子育ての時期とかぶって、子どもの教育ってすごい大事だなっていうので、はい、さよなら。さよなら、ありがとうございます。はい、さよなら。5歳の一人娘つむぎちゃんのような子どもたちが自然を通して好奇心を育んでほしいという思いです。そこでまずは、ミントとミントは隣同士にしない方がいい。千葉県のハーブ農家に教わり、去年から栽培に挑戦。有機栽培にこだわり、苗から育てています。最初はうまく芽が出ず苦労もしましたが、今ではクラフトコーラとして販売したり、レストランで提供したりしています。全然一つ一つ香りも味も違うので、口に入れて、全部基本的に食べれるんですけど、それも学びにつながると思うので。ありがとう、いらっしゃいませ。あ、だから子どもたちに学びを、ビニールハウスのファッションショーもその一つです。プロのモデルに立ち方や歩き方を教わり、衣装に着替えてヘアメイク、初めてのことも自分でやってみます。もう何も言わなくても勝手にいろんな植物取ってきて、ネックレス作ったり、髪の毛につけるやつ作ったりとかするんで、ね、でもそれが大事。ちょっぴり緊張した面持ちですが、ハウスの中のランウェイを堂々と歩く子どもたち。ポーズとかが難しいところもあったけど、最後までできたので良かったです。モデルになろうと思います。引っ込み思案っていうか、あんまりこう前に出ていく感じじゃないんですけど、積極的にやってたから親がびっくりしてます。
子どもたちが自然と触れ合い、さまざまな体験や出会いを通して豊かな人生を送れるように、五十嵐さんの願いです。この場所からいろんな遊びとか体験を通して、子どもたちがこうワクワクをいっぱい発見して、一人でも多くの子が笑顔になればいいなと思ってます。